はい、8月の21日土曜日、映画を見てまいりました。本日の映画は孤狼の血レベル2でございます。本当は昨日の初日に見たかったんですけども、昨日は雨でございました。とてもバイクで行けそうになかったので2日目になってしまいました。これが私の最短です、ごめんなさいと。はい、チャンネル登録の方もなんとかお願いいたします。では孤狼の血の評価10点中どこ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 どん8点でございます。はい、大変面白い男性の映画でございました。女性の方はどうでしょうね。私残念ながら女性になったことがないので分かりませんが、男性としてはもう大変面白い映画でございました。ヤクザ映画というよりもハードボイルドの世界ですね。これはミノーの映画館つきました。ワク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 ですね。これからチケットを購入いたしまして、はい、でちょっといっぱいお茶飲んで心を落ち着かせてですね、鑑賞してまいりました。はい、もう鑑賞し終わりまして、いつもの帰り道でございます。本日はですね、天候がねコロ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 変わる一日で、晴れ、曇り、雨と、ようねその合間を縫ってですね、私行けたなとね、もうどうしても今日見るんだと思ってましたからね、多少雨降っても行ったれと思ってたんですけども、もうギリ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 で行きも帰りもちょっと降ったんですけどね、晴れの時を選んで、バイクを飛ばすことができました。で、ね、作品のね内容はねこれはもう言いません。はい、ちょっとですね普通のヤクザ映画、刑事映画とは違います。ひねりがありますんでね、それを言ってしまいますとねネタバレになってしますんで、で前の続きなんですけども、まあ確かに前回を見てると面白いだろうだと思いますけども、今回単独で見ても全然問題ございません。特に単独新しく出ました、あの例の怖い人ですね、鈴木亮平くんですね。この方は前回全く出てませんので今回からですから、そしてもう準主役でございますから、そしてまた、強烈に個性を放ちながらの悪役を見事に演じてらっしゃいましたので、今回の、2なんですけど もう単発映画といってもおかしくございません。それですね、アウトローのハードボイルドの映画でございます。私これを見ながらで思い出したのはね、昔ね行きがってねバーなんか行きましてね、水割りを頼むんですね。はい、マスター2フィンガー、ノーチェイサーでねって言うんですよ。でね、あの意味は調べてください。あてはピーナッツもしくはチーズですね。でちょっとあのチーズでもクラッカーの上に乗せてるとおしゃれなんですけどもね、まあそんなんいりません。ピーナッツか、チーズですね。で軽食はと言いますとね、ホットドッグ、男の子、バーでの軽食はホットドッグと私らの時は決まっておりました。もう焼き飯なんか食べたらね、焼き飯とかサンドイッチとか食べたらもうハードボイルドの世界ではございません。バーで食う軽食はホットドッグです。で、チン何がしっていう人がいましてね、ハードボイルドだぞって知ってますかね皆さん。ものすごい読書家でね、この人があのコメディの役者なんですけどね、ハードボイルドの世界がね好きでね、たまに語るんですよ。はい、それがねなかなか面白くてハマってしまったこともございます。まあそういったアウトローな男の世界を描きました、孤狼の血。孤狼の血というタイトルもねよくできてますね。これねすごくねあの深い意味があるんですけども、それもね言いますとネタバレになりますから言いません。それとねあとね一つ思ったことはね、残念なことはね東映なんですけどね、
これね、東映というタイトルがね出てくるんですよ。これがね、東映っていまだにあれなんですね、あのね、古い、もうちょっとあの岩でこう波吹雪、波がパーッと当たって散るというあの東映のタイトルね、あれもうちょっと新しくしたらどうですかね、迫力のあるものにせめて撮り直したらどうCG で作り直すか、あまりにも古すぎるって。はい、でね、この映画としてはね、もう広島が舞台ですからね、仁義なき戦いをね、もう完全に意識してるんですけども、仁義なき戦いをと比べたらとちょっとね別物でございます。はい、仁義なき戦いとは思わないでください。で、あまりね知識を持たないでいった方がこれは名作でございます。単純なヤクザ映画、県警映画ではございません。最後に、ひねりがございます。それもね、なかなかね悪いひねりではないですよ。はい、おお、用できてるとかね、グッとくるなとかね、いう形になっておりますので、あまり予備知識を持たないで、そしてね、やっぱり劇場でね見てもらいたいものでございます。これね、ビデオやったらちょっと半減しただろうなと、僕はこういう今の YouTube やってますんでね、劇場で見ますから、よかったなと思いますね。何作も何作もね、やっぱり今は劇場で見るんですよ。そうしますとね、やっぱり音響が違いますからね、で迫力もありますしね、映画はやっぱり劇場で見るものだなと最近つくづく思っております。松坂の孤狼の地レベル2、ぜひぜひご覧ください。では今日はこの辺で、ではまた。